い、どうもパジャマ YouTuber チャンネルリンボーでーす。今日はですね、ROSU なんとかっていう、まあ、商品なんですけども、ちょっとパパスがね、お怒りのご様子なので、それを動画の方に収めましたので、ちょっとね、そちらの方、まずご覧ください。どうぞ。お怒りタイム。あんな、俺が言うてんのはな、ほら、わかる？この、こういうとことかな、こういうとことか、こういうとこだかな、うん、もうちょっと綺麗に撮れたらいいんや。うん、それをな、うん、望んでんねんって、うん。で、初めてこういうの買ってんって、うん、こんなブラシついてんのもな、買ったけどな。うん、いっちょも変わらへんやんって。うん、俺、お尻拭きでな、力強く拭いたらな、ある程度撮れたっていうのをな、うん、こいつ使って腹立ってな、うん、その腹立ったまま、お尻拭きで、いつもお尻拭きで、毎回これ、吐いた後必ず綺麗にすんねや、すごい。でもやっぱりそれでも蓄積されてな、取れてへんねんって。で、こういうのが残ってくんねんって。で、それを、こういうので、初めてこういうのを買った。今までいろいろ、これ使ったり、あれ使ったりいいとか言われて、いいやつを買った。YouTube で見てもやった。何一つもやっぱりこういう、取りたい汚れは絶対取れへんねんって。それが、なんか知らんけど、このお尻拭きのやつ、安いやつで腹立って、こうやって拭いたらちょっと取れて。多分もうちょっとやったら、もうちょっと綺麗に取れると思う。わかる？な、ね、いつもテレビとかでな、やるやん、これ。YouTube でもいっぱい商品紹介するやん。案件ちゃうの？な、綺麗な靴をな、汚してな、綺麗になりましたって、そんな見たわかるやん。ちゃうやん。これを取ってくれって言うてんねん。同じようにな、言われるかもわからん。同じようにやってますかって。これ、ね、これ今回これするまでにな、俺ももう10回以上やった。これ、ここも。ちょっと腹立ってるけど。これ3000何歩してんねんね。マジか。ここ、お尻拭き。これ1キュッパ。1キュッパ。70枚入ってる。これ力強く、ぐーってやったらちょっと取れてる。びっくりした。絶対これがや。これ全然あかん。これもほんまに。こんなんで綺麗になる？他にもな、あ、実はこれ、あれやん、ルブタンでこれ素材が違うんだって言うてもな、うん、な嫁のな、安い1クッパの靴でな、うん、試してみたい、汚れてるな、うんうん、やって、同じようにやったよ。うん、蓄積されてるのは取りにくいかもわからんけど、うんうんうん、一切取れなかった。ほんでな、このお尻拭き ?1 クッパの、このお尻拭きなんとすごいよ、これ。赤ちゃんがもし、な、うってしてもこれ拭き取れる。誰かが、あ、なんかちょっと汚れてんなって言ったら、拭き取れる、うん。で、靴もな、その嫁の靴やがどうでもええわ、みたいな。うん。ガーってやって、結構綺麗取れた。これでやった後やで、ね。マジか。これやって、これやったんちゃうで、ね。うん。これやった後にな、こう、お尻拭き、1キュッパのやつやったら、綺麗に取れて、ちょっと。マジか。びっくりしたね。やるな。そこだ、こいつらもう無能やで。ああ。これです。マジか。皆さん、これで使ってください。それか、最初から言われてんのは、うん、これはもう、いつも、俺大阪のメンズ館で買いに行くねん、うん。で、そこで持ってきてくださいって言われた。うん、で、正しい。メンズ館でも友達とかね。そうそうそう。で、オーラみたいなな、こんなな、変態な靴買うやつってな、めんどくさがりが多いねん。うん、わざわざな、行って買ったのにな、うん、それやったら通販で買うわって。うん、通販で買ったら偽物が多いから買いたくないねんって。うん、メンズ館で行ったら買えるやんって、その場で。な、ほんなら、もう顔も覚えてもらえるしさ、うん、これ持ってきてくださいと、うんうん、持っていくのに持っていかなあかんやん、俺奈良県住んでんのにそこ梅田やんけって、持っていって、そう、送ってはくれる、まあ、1個重しな、この靴、うん、旅行やったらそんなんじゃないんで、行くのがめんどくさいんで、わざわざ。ほんでこれ持っていくねんで、持っていくってことは、うん、この靴履いてこの靴渡すんじゃん、うん、持っていかない、誰が持つの、俺荷物持つの嫌いやねん、うん、な、こんな奴らがこういう靴履いてんねん。めんどくさがり屋が履くような靴やねん。そんな奴らがな、持ってきてください言うて、じゃあ実際な、大阪のメンズ館でな、スタッフにも聞いたもん。うん、これな、結構の割合でこれ靴、これ黒になるやん。これみんなどうしてんの言うたら、うん、みんな、やっぱそうやって言いますって。うん、じゃあ、持ってきてくれ言うて、これみんなこれ渡してるか言うたら、渡してないって言うてるやん。いや、言うてるやん。オーラみたいなこんな奴はめんどくさがり屋やねん。だから、こういうので頼ろうとしたいんよ。はい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 。でもあかんかって。どうしたらいいの、困ってんねん。それを、誰か、こうやったらいいよっていうのがあれば、教えてほしいなと。ちょっとこういうの、もう最近、まあ、某テレビで、言うて、紹介してたから、嫁さんが、これいいんちゃうって見て、探してるやっちゃうって、こんなん持ってなかったから、使ってみたいなと思って使ってみたら、これどうすんのよ、ね。まあまあ、もうすごいなというか、お尻拭きに負けるような、こんな素材、こんな商品ってどうなの、失礼しますね、ちょっと汚れ、洗い方が使い方があって、ちゃんとやりました。最初は優しく5回、
次は荒く腹立って5回。計10回洗いますよ、これも。これも、これも、これも。一切変われん。まあ、靴豪華ですね。一個一個。誰か助けてくれ。誰か助けてくれ。普通の靴屋さんに持って行っても、取り扱ってくれ。ブランドの靴は、ちょっとうちではできませんねって何回も言われて。うん、自分の行動、よく行く買い物の行動範囲のところでは無理やから。この靴もごついな。大阪行ったんですけど。この靴なんかもう今一切売ってないけど、もうこれすごい限定な靴らしくて。なんかスノボのブーツみたい。違う違う。日本に数足しか入ってないです。わかん、ちょっとセンスわからんからさ、ちょっと。よく靴のことは全然わからへん。綺麗にしたい。これ何？これ蛇みたい。これも、だから、うん、足の毛すごいすね。白いスニーカー、うん、これ白いソールとか、うん、やっぱこういうのも人気があって、かっこいいね。で、かっこいいやつもな、気に入ったやつもいっぱいあんねんけど、うん、でも今まで、まあなんとなく白いスニーカーって汚れつくやろうなと思って、買ってなかったけど、うん、これ見たとき、やっぱちょっといいなと思って、まあ、ちょっと変態チックな靴やねんけど、いや、これを購入して、じゃあ、なんとかなるやろうと思って、いろいろ試したけど、うん、このざまやから、こんな、うん、こんなんやから、あ、だから、もう一回、いいのあったなと思っても、こういう白いのは、手が出ないかな、なんか、また一緒になるんちゃうかなと思って。うん、まあ逆に、綺麗にしても、うん、綺麗に靴屋さんにしてもらっても、やっぱり何か、すぐ、こういうのって汚れ目がつくから、うん、そうなった時にほんならまた持っていくんかっていう。だからお手軽に簡単にできるようなやつを欲しいねんけど、うんうん、でもそれが叶わなかったっていう。なるほどね。靴磨きのプロでもないし、うん、でも YouTube 見たとかそんなん見ても綺麗にならへんにやったら他の人はどうしてんやろなって。でもこの YouTube とか、うん、まあ動画とか説明で出てる靴っていうのは磨いてる動画結構あるけど、うん、まあどう見ても持ってるから磨いてるからこそ分かるけど、うん、お前それお前綺麗やんけ靴、うん、お前それどこで今どこで汚してんのおかしいやん。撮る前にちょっと汚したみたいな感じやんの。それを綺麗にし、うん、できましたってそんなん分かるわ。確かに。でも使い古したら靴もあるってな、うん、それ今まで一回も洗ってないような靴をな、これこんなんで綺麗にしたらな、うん、それ汚れ取れてるやん。かなりお怒りのご様子。取れてるけど、うん、見たけど、うん、汚れで取れてないっていう。そんなんやったら、これで十分やって。これで十分取れんねんって。これで取れへんやつをこれで取りたい。なんでこっちの方が汚れ取れんの。確かに。どがいなってんの。やめてまいよ。いい、怖い。怖い意識がないんか。誰か助けてください。じゃあこれちょっと実際磨いてみましょうかね、私も。あの。怒ってるのでもしかしたら、いや、うちリンやってないからさ、パパスのやり方がちょっとおかしいんかもしれんや。だからうちもちょっとやってみるわ一旦な。それでいいですか。はい、はい、ちょっとやってみます。はい、まあ、結構汚れてますね、見た感じね。多分ここら辺もすごい汚れてるなってわかるんです。あ、ごめんなさい、はい、こちらの方を、靴のことに関してよくわかんないので、ど素人なんでちょっとやってみたいなと思います。はい、やっていいねんな靴。はい、いきます。サラサラ落ちるね。ちょっといきます。あわあわ力入れずにっていうことなので、はい、パパスかなりお怒りのようです。いつも私もあんな感じで怒られます。いつもパパスには勝てません。女性論言われるので。10回やったもんな、この靴。なあ、パパス。10回以上洗った。最初は優しく5回。次は腹立ってきつく5回。あー、変わりませんね、なんか。わかりますかね。わかりますね。これ雑に扱っても大丈夫。大丈夫。消耗品。ありがとうございます。よかった。ちょっと20まで来て、ちょっと焦っちゃった。もう手にこんな入れて、あーとか遊んじゃったから、ちょっと。大丈夫かなと思って。こんな感じで。で、買う人は、もともともう汚れてるから、それを取りたいと思って、買う人が多いかもしれへんな。でも、これ買う人っていうか、白い靴買う人って、なんて思って使うんだけど、うん。それがこのダメ
まあ取れへんな、全然取れへん、全然ダメですね。びっくりする、わかるかな、初めて買ったそういう商品にこんなことになるんだ、初めて買ったみたいなやつ、パパスと言って、あ結構わかりますかね、汚れてますね。歌丸の方が気持ちいい。あー、歌丸ね、歌丸は助っ人アイテムだな。蓄積されてるやつだそうです。汚れた1日目、だからその日だったら、もしかしたらワンチンいけるかもしんないけど、蓄積された汚れとかは。落ちてないやん。ん？蓄積されたようなの分からへんけど、ちょっと使い古したような靴のやつよ。こうなんか、暖色の電気で。いかにも見えにくくして撮ってあーなんだ、これ YouTuber か、クソみたいな撮り方してびっくりするわ、見ながら俺突っ込んでたやん、汚れ撮れてないいかにも撮れたみたいな、これが言ってたらそこで下に押さえつつイボある、イボイボ、うん、力でグーって押さえつけて、何も押さえつけてもいいけど、それイボを押さえつけたらイボ取れるから、ゆっくりが、うん、もう後でそれする俺自分でその商品あかんもん、あかん、押し付けて十分、もっと力入れる、ほんなら取れた、すごいもっと、うん、俺の力でやったら取れてる、あーリーの使えたらいいかもしれん、力弱いかな、もしもしもう腰なんつう、押し付けるように増えたら風呂に取れた、マジか、取れた、びっくりした、押し付けた、うまい、あ取れる、ついてる、だからってカメラとは似てるって、うん、俺が使わん、多分オーラみたいなルブタン買うような変態どもはそんなん使わん、そんなやつ一回使ったらみんな文句言う、ね、文句言って動画あげられんねん、なんじゃこれ、まあまさにあげられてる、いかまだ今腹立ってきた、押さえて押さえて押さえて、どう押さえたらいいの、知りません、お尻拭きがすごい、赤ちゃんのお尻拭き、自分らも靴も、おお、お尻拭きすごい、お尻拭き絶賛で、他にもその会社が撮ってる動画何個か見てみたら同じ靴でやった、新品の靴をわざと汚して、そのそれで汚れ取ってる、それ取れるって、そんな、なるほどね、白い靴は難しいんかな、だから次に買おうかなっていうふうになりにくいから、なるほどね、誰かそういうのを解決できそうな人があったらコメントほしいな、そうね、だって毎月持っていくのもお金もかかるしな、え、いやお金かかるのは分かんない、めんどくさいね、持っていくの、なるほど、ただ手軽に自分でやりたい、なるほど、お金かかると便利、分かりました、失礼いたしました、え、そんな、え、お尻拭きでやったら取れるやろ、多少は取れる、もうだってさ、俺最近だって毎日拭いてんねんって、その履いたら、うんうん、それでも取れるってことやろ、すごい、これ力入れたら取れるやろ、取れる、それな、さっきのその買ったな、うん、そのキットの3000ちょっとのその新しく初めてそういうの買って、うん、試した後に拭いて、うん、お尻拭きで拭いて力入れて、腹立ったから力入れて拭いたら、うん、俺取れたってなったから、うん、それからもう触ってない、後でだからまたそうやって見てもらおう、うん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 、そうや取れるやろお尻拭き、取れる、なんやもっと力入れたらよかったんや、なるほどね、なんで買ったの？でも買ってよかったよ、でも、あ、うん、腹立った状態でお尻拭きで拭いたら取れたっていうのが分かったから、うん、検証はそれよかった、まあ、結果よかった、結果よかったってことで、取れへんと思って、あ、なるほど、じゃ結果よかったってことですね、うん、怒りで取れないっていう怒りでお尻拭きで力を込めてグググってやったら取れたっていう、あ、まあまあまあ、まあ、ウィンウィンみたいな感じやな、素晴らしい、またそういうのをテレビで見ても、うん、見ながらまた突っ込むね、あ、これ嘘やね、あ、取れへん、でも大体みんななんかそうやん、靴だけでなくって大体そういうもん、うん、大体そうやろ、みんなさ手汚したりするけどさ綺麗にすぐ落ちるとか言ったらさ、そう今書いたやつやんって言って、今書いたやつやんマジで、だってさマッキーペンでもさなんか手で書いたらさ、はい、すぐ落ちるよみたいな感じで、はい、あるやん、なんかさネットのなんか、うん、通販みたいなさ、うん、やられたもん、いや絶対やられたって、やられたマジでテレビで出てて、うん、せやも苦情行くやそんな店に、そう分からんけど、だって俺他の靴でも3つぐらい試したね、南の汚い靴、ほんであんたのなんか、あ
ママ怒らないで、マミー怒らないで、マミーの靴修羅場や修羅場、私何も関係ない、何も関係ない、私何も関係ありません、誰でも磨けへん、はい、俺のがだから一番汚れが取りやすい、俺毎日磨いてるもん、なるほど、それでもこうやって取れへんっていうのは、まあ、俺が望んでる効果は得られなかったっていうこと、結果を知れるっていうだそうです。なので皆さん、まあ、お知る気が一番強いということですね。はい。はい。PR とか、そのもう何でもそういうものではないです。もう、お知る気の宣伝でした。ほんと、お知る気の宣伝とかじゃなくて、マジでこのお知る気は最強だと思います。はい。怒り静まりましたか？静まらへんよ。ルブタンとかそういう白い履いてるやつとかな、やっぱり靴の裏とか気になるから、靴の裏が。シッコまみれみたいなのよ。靴の裏はいつも真っ黒なの。ご視聴ありがとうございました。YouTube チャンネル、リンボーパジャマ YouTuber でぜひ登録よろしくお願いいたします。TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォローお待ちしております。LINE ライブ毎日配信中です。ぜひ遊びに来てください。以上、リンボーでした。またねー。パパさんまたね。バイバイ。Thank you.